ウルトラマンファイティングエボリューション3。地球を救う方法をめぐって対立していた2人のウルトラマン、ガイアとアグルがついに対決する時が来た。不気味な存在が2人を見つめているのにも気づかず、今戦いが始まる。ガイアとアグルの死闘の最中、空が裂け、中から超巨大な怪獣が現れた。巨獣を送り込むための巨大なワームホールを作るため、二人のウルトラマンの激突で生まれるパワーが利用されていたのだ。今までの行動全てが敵に利用されていたことに気がついたアグルは、その力をガイアに託し姿を消した。ミッション成功。